さか商店街の福引きで旅行券が当たるなんて思わなかったな。でもあの店員さん、なんか見たことがあるような。あ、イルカさん、これから2週間お世話になります。気持ちいい。あ、おばあちゃんのお土産何にしようかな。